3、2、1、0。9月の14日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーき。毎月14日15日はひよこの日だそうです。ところでひよこって何？未熟者？それはひよこ。パタ。六甲山は932メートルですね。それは標高。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えています。法事ギフトはお任せください。ラーメン乾燥めかぶし揚げ。ラーメンの中にただ乾燥めかぶを入れるだけ、すごく簡単に召し上がれます。ネバ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 。店長ただいまメカブダイエット中。まっちゃん、夜中に寝言で起こすのはやめてくれ。